JT の株は買うべき？ JT の業績や財務状況を知りたいけど、自分で調べるのは大変。そんな悩みを抱える個人投資家のため、最新の JT の決算内容や財務諸表を解説します。この動画を見れば、JT の現在の業績や財務状況を把握することができます。企業の決算や財務諸表を解説した情報を発信していますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。JT とは？JT は日本タバコ産業株式会社の略称です。JT は日本の国際的なタバコ製造会社であり、世界のタバコ市場において重要な役割を果たしています。JT は国際的な展開を行い、多くの国でブランドを展開していることで知られています。タバコ業界における主要なプレイヤーとして、JT は多様な製品ラインナップを持ち、革新的なタバコ製品や代替製品の開発にも力を入れています。医薬事業に関しては、JT は医薬品の研究開発に力を入れており、特にがん治療薬の分野で重要な役割を果たしています。食品事業においては、JT は冷凍食品や即席食品など多様な食品製品を提供しています。最新の決算、JT は2023年10月31日に2023年第3四半期決算を発表しています。23年12月期第3四半期累計の連結最終利益は前年同期比 9.5% 増の4420億円に伸びました。合わせて、通期の同利益を従来予想の4570億円から4640億円前期は4427億円に 1.5% 上方修正し、増益率が 3.2% 増から 4.8% 増に拡大する見通しとなりました。直近3ヶ月の実績である7から9月期の連結最終利益は前年同期比10.9% 増の1550億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の 26.5% から 28.6% に上昇しました。配当利回り。配当利回りは、株式を買う金額株価に対して、1年間に何%のリターンが配当金として得られるかを示しています。2019年には 6.33% と、比較的高い利回りでスタートし、投資家にとって魅力的なリターンが期待できたことを示唆しています。続く2020年は、パンデミックの影響を受けた市場の不確実性の中で 7.33% とさらに高い利回りを記録しました。2021年に入ると利回りは 6.03% に下がりましたが、依然として高いレベルを維持しています。2022年には再び利回りが上昇し 7.07% に達しました。この上昇は株価の再度の下落か配当の増加による可能性があります。しかし2023年の終わりにかけて配当利回りは 5.20% にまで低下しました。これは株価の大幅な回復によるものです。総還元成功。総還元成功とは、会社が儲けた利益を配当や自社株買いという形で株主に対してどれくらい還元しているかを表す指標です。総還元成功が高いほど株主還元に力を入れている企業であることを示します。ただし株主への還元が多いことは、設備投資などに使用できる資金が少なくなる可能性があることに留意する必要があります。2018年には 69.7% という比較的高い数値で、この年の JT は利益の大部分を株主還元に充てていました。2019年には総還元成功が 93% まで跳ね上がり、これは企業利益のほとんどが株主に還元されたことを意味します。一方で、これは企業の将来の成長のための再投資の余地を限定している可能性があります。2020年には 88.1% に少し低下しましたが、依然として高いレベルを保っています。2021年と2022年には、総還元成功がそれぞれ 73.4% と 75.4% になり、株主還元への取り組みがやや減少しました。これは企業が将来の成長や、設備投資などへの再投資を増やしていることを示唆しています。売上高の推移、JT の2020年第4四半期から2023年第3四半期までの売上高を見ると、同社の売上は全体的に増加傾向にあります。JT は一貫して成長を示しており、特に2022年と2023年には売上が顕著に伸びています。売上高前年同期比での成長率、2020年第4四半期から2023年第3四半期まで全体的に増加傾向を示しています。特に2022年には高い成長率を記録しましたが、2023年に入ると成長率が鈍化する傾向にあります。営業利益とは？営業利益は企業が本業で稼いだ利益です。営業利益は売上高から
販売した商品の原価である売上原価と販売のためのコストである販管費を除くと求めることができます。営業利益の推移。2021年の前半には JT の営業利益が大きく増加しましたが、2021年第4四半期には大幅に減少しました。続く2022年には再び営業利益が増加し、特に2022年第2四半期には高い利益を記録しましたが、2022年第4四半期には再度減少しました。2023年に入ると利益は再び増加傾向にあります。営業利益前年同期比での成長率、2021年第4四半期には大きく減少したマイナス 76.8% の成長率を示しましたが、2022年に入ると成長率は改善し、特に2022年第4四半期には 305.1% という顕著な増加を達成しました。しかし2023年には成長のペースが鈍化し、第2四半期にはわずか 1.2% の増加にとどまりましたが、第3四半期には再び 11.2% の成長を示しています。営業利益率。営業利益率は売上高に占める営業利益の割合を示したものです。この割合が高いほど企業の本業の稼ぐ力が強いと判断できます。2021年第4四半期には比較的低い利益率を記録した後、2022年には著しく向上し、特に年初には 30% を超える高い利益率を達成しました。しかし2022年の後半には低下しました。2023年には再び利益率が上昇し、安定した高い水準を維持しています。営業キャッシュフローとは、営業キャッシュフローは企業が営業活動でどれだけの現金を生み出しているかを示しています。この指標は単に売上高などの会計上の利益を上げているだけでなく、その利益が現金として実際に会社の手元に流れ込んでいるかを反映しています。営業キャッシュフロー。それでは JT の営業キャッシュフローに関するデータを見てみましょう。続きの内容については TikTok のシリーズでご覧になれます。続きの動画では JT の営業キャッシュフローのほか、利益の質を判定するアクルアール、財務の健全性を判断する自己株式調整済み負債比率、固定長期適合率について解説しています。興味がある方はご覧ください。 JT の株は買うべき？ JT